お嬢様、傘は持ちましたか？本日は雪が降る予定です。ん？何をおっしゃっているんですか？お嬢様が車の送迎は金輪際いらないと、そうおっしゃったんでしょう？ねえ。執事なんて目立つから来ないでと。だから私も言いました。ではこれからは、その運動不足も甚だし、たるんだ足で歩いて学校に向かってくださいと。あれは勢いで。お嬢様、言葉には常に責任がついて回るんです。わかりますか？わかりますか？目を合わせなさい。ほら、わかったらさっさと行きなさい。学校に遅れてしまいますよ。あの子はまだまだ子供すぎる。一人で行かせはしたが、念のため、後ろからついていかなくては。最近は、物騒な輩も増えていますからね。そろそろ学校が終わる時間か。それにしても、思ったより降ってきたな。朝はまだ晴れていたようだったからよかったが、さすがに、この雪の中で一人で帰らせるのは。はぁ。電話するか。お嬢様ですか？授業が終わったようなら、さっさと校門まで来てください。何ですか？行かない？行かないとは。では、どうやって帰るんですか？この雪の中。あなたなんかには、もう頼らない。ほう。また生意気なことを。その犬も食わないようなくだらないプライドで濡れて帰ると。電波やられてる。まあいい。どうせこの正門を通るしか帰る道はないんだ。とはいえ、私もお嬢様に言い過ぎたところがありますね。少し反省しなくては。遅い。あまりに遅すぎる。学校に残ってるのか？雪もどんどん強くなってきた。はあ。行ってみるか。失礼する。だからさ、次負けたやつは全裸で校内一周しようぜ。もう、誰、何？お前、お嬢様がどこに行ったか知っているか？お嬢様、もうとっくに帰ったよ。苦しい。帰った？お嬢様が？私が見落としただけで、もう帰ったのか？そんなはずは。おい、
正門以外に学校の外に抜ける道はあるのか。いや、答えろ。なんなんだよもう。今は使われてない第二校舎側の体育倉庫。何年か前にそこをたまり場にしてた不良どもが勝手にそこに抜け道を作ったんだ。もう不良なんていないけど、その抜け道だけは授業のサボりルートとして語り継がれてるんだよ。先生には言うなよ。なるほど。お嬢様、そのこと知らねえよ。でも知っててもおかしくねえんじゃねえか。あいつ掃除当番第二校舎だったし。邪魔したな。何なんだよもう。わかった。私は外でお嬢様を探してみる。屋敷にも帰ってないみたいだ。一体どこにいるんだ。雪は止んだけど、もうすっかり暗くなった。この突き刺すような寒さ、まさかどこかで凍えて。いや、私が不安になってどうする。私は執事、冷静沈着にスマートに。動揺はするな。お嬢様なら無事に決まってる。そうだ、お嬢様無事、無事。お嬢様から。もしもし。泣いておられるんですか。どこか怪我を。ごめんなさい。いえ、私こそ直接謝らせてください。今どこにいらっしゃいますか。わかりました。すぐに向かいます。もうどこにも行ったりしないように。お嬢様。はい、マフラー。朝巻いていくのを忘れたでしょう。これは私のですが、巻いて差し上げますよ。向こう向いて。このマフラー覚えていらっしゃいますか。昔お嬢様が私のために編んでくださったのです。あなたは私の大切な執事だからと。こんなことを言うのはこっぱずかしいですが、すごく嬉しかった。だからこそ悲しかったんです。お嬢様に勢いとはいえ、いらないと言われてしまったことが。いえ、もちろん分かってますよ。お嬢様が本当はそんなことを思ってないってこと分かっていたのに、私もついカッとなって冷たくしてしまいました。申し訳ございません。にしても、まさかこんなところにいらっしゃるとは、
さすがの私も予想外でしたよ。お嬢様は、公演がお好きなんですか？そうですね。公演かはわかりませんが、また今度、休日のお出かけにお供しても。ありがとうございます。さあ、では、仲直りのハグをしましょう。ん？何を恥ずかしがっているんですか？昔からの習わしでしょ？子供とか大人とか、関係ありません。私はお嬢様がいくつになっても、おばあさんになっても、こうやって、抱きしめ続けますよ。ええ。絶対です。言葉には責任がありますから。